赤塚城は現在の東京都板橋区赤塚五丁目にあった日本の城。城市は東京都立赤塚公園の一部として整備され、広場、梅林、桜並木などがある。交渉2年に市川城から移った千葉地種によって築城されたと伝えられる。ただし、伝承によればそれ以前に源頼朝が挙兵後に、 徳丸を通過した際に立ち寄ったとも言われており、正確なところは不詳である。赤塚城は、牧田にある荒川の林の渡し場を一望し、また、武蔵北部から、武蔵南部の川勝か、江戸田に至る鎌倉道を抑える、陸運水運を掌握する要衝であった。赤塚千葉氏は、ご法城氏の有力な家臣として活躍したが、天正18年に、 豊臣秀吉の小田原征伐で、後方城氏が滅亡すると、千葉氏も所領を没収され、赤塚城は廃城になった。現在は赤塚城市として、板橋区史跡に指定され、周囲は都立公園として整備されている。本丸跡を示す石碑の他には、土塁、空堀、水堀、堀切霧切り岸など、江戸城を除く23区内の城市の中では最も、 多くの遺構が残っている。麓の赤塚ため池公園は、毎年3月上旬頃、赤塚梅祭りでにぎわう。穏やかな休日には付近を散策する人も多い。中世の平山城だが、実際には鳥出と呼ぶべき規模のものであったらしい。本丸は、武蔵野第一北東端の段球の上に築かれており、城の北側は、徳丸家原と呼ばれる湿地帯だった。 ため池は赤塚城の内堀だったとされるが、周囲の開墾が進んだ。明治以降は農業用水として使用され、今日では釣りの楽しめる池として親しまれている。現在は小高い丘に本丸跡の赤塚城市があり、麓とに板橋区立赤塚ため池公園、板橋区立郷土資料館、板橋区立美術館が隣接する。 徒歩数分圏内には、東京大仏で知られる、赤塚山のりレンジや板橋区立赤塚植物園がある。鉄道、バス。ありがとうございます。